久人様は毒親の被害者なのか。ずる入学、コピペ、天皇陛下が自愛の言葉、皆さんこんにちは。本日もどうぞよろしくお願いします。ずる入学に、盗作問題と、すっかりとダーティーなイメージがついてしまった久人様ですが、卒業のご挨拶の際に、天皇陛下は、あるアドバイスをされたそうです。 天皇家の関係者は次のように語ってくれました。以前から天皇陛下は悠仁さまが不正な手段で難関校に入学されることには反対されておりました。おそらくはそのためでしょう。悠仁さまが中学校卒業の挨拶に来られた際には、お祝いの言葉をかけられ、さらにその後に、大学進学は自分の努力で勝ち取ってほしい。 ということを騒られたようです。また、久人様は、現在ネット上で、裏口入学、パクリ天皇、などと言われ、批判されていること、大きに病まれているようなのですが、陛下は、何事もずるをせず、しっかりと真面目に誠実に頑張っていれば、いつか国民もそのことを認めてくれる、というようなことを騒られたようです。平成の時代には、 宮内庁やマスコミから不当なバッシングに遭いながらも、現在、国民統合の象徴として、多くの人々から愛され尊敬されている陛下のお言葉だけに大変な重みがありますよね。久人様も、そうした陛下の温かいお言葉を聞き、深く感動されたようで、涙を流しながら、ありがとうございます。これからは、心を入れ替えて頑張ります。 とあおられておりました、天皇家関係者。秋家は夫婦ともも鉄格子の彼方へ旅立たれるのがベストでしょう。不敬すぎて言葉がありません。何一つ正々堂々と胸を張れることがないから指摘されると我を忘れてしまうのですね。病院での入院過療をおすすめします。ある意味ずる人も過去もかわいそうです。ずる人くん。 自分の意志をしっかり持ちましょう。高校生なのですから。ひたすら息子を破滅に追いやろうとするのりこさん。息子が重圧に潰れそうなのがわかっているのでしょうか。陛下の自分の力でとは、身の上層王のという意味で、裏口は見苦しいからよしなさいとの主玉のアドバイスだったんですよ。だがそうとわかったのりこは、ただもう悪行増減しかなかった。 バラック住宅に生まれ、親がブラック解放運動に携わってきた特殊家計に育つと、こう思いじけて、ひねくれてしまうのか、よくわかりました。在校生、保護者からソース感を食らっての歓迎されない入学。初日から別教室が用意されていて、ずる人一人だけ。隔離された学校生活を送る始末です。まるでコロナに感染して、 別室受験をさせられるのがずっと3年間続くようなもので、お仕置き部屋に閉じ込められるのと大差ないくらい高校生活になります。これでは赤恥を書くためにだけに、違法行為である裏口入学を強行したのり子への報いです。おむつ、難聴、高進行外列と聞いただけで、黙っていても気の毒な子、哀れな子、と道場が寄せられるのに、 何をわざわざ作文当作だの裏口だのと、世の親や受験生を激怒させるようなことばっかりするのか、つくづくのりこって得のない女なんだと軽蔑させられました。このまま行くと、のりこの見えが原因で、なる人は精神が壊れ、人格も破壊されて、廃人となって成人を迎えてしまうでしょう。今も学友はゼロ。切れやすく、 死体があると分かった同級生は全員が限界危避モードで、受け入れなんか全くしてくれなかった。人格破壊でさらなる精神病発症し、結局天板第三条敗着とされるか最初から継承放棄宣言だけやっておいて、ごゆっくり療育でそこそこ不名誉ではない人生を送るかの二択では、後者がいいに決まっています。 お姉ちゃんたちのように異性の友達ができることもこれでは混輪際なく女装志向なのか。ブータンでは恥ずかしい女性物シャツ着用で登場してしまう有様一旦、正常軌道から外れた思春期を送り始めると、大人になれば、ますます狂うばかりとなるでしょうね。でもね、のりこさんは妄想性パーソナリティ障害。 との診断結果が正しいんだとますます確信させられるばかりの虚しい反撃。バリゾーゴンでしかないんですよね。そうやって、陛下に毎回噛みついてみても世間からは面白い。いよいよノリコもなる人が障害児なことを隠せなくなってきて断末なんだな、とせせら笑われておしまいです。ちなみに MSD サイトでご病気確認しておきましょうか。 妄想性パーソナリティ障害は他者の動機を敵意や有害性のあるものと解釈する。他者に対する根拠のない不信や疑いの広範なパターンを特徴とします。妄想性パーソナリティ障害の患者は他者が自分を搾取したり、欺いたり、害を与えたりしようと計画しているのではないかと疑っているため、侮辱、軽蔑、 脅しが見られないか常に警戒しています。妄想だと決めつける前に久人親王の近況を冷静に見ましょう。彼を本当に支えうる人物、導き手がいないことに目を向けましょう。紀子はこの日本のためにも一刻も早くこの世からいなくなってほしい。美智子も連れて。そしたらどんなに日本が平和になることやら。他の皇族の方たちも大変ですね。 こんな馬鹿を相手にしないといけないのだから。アホのアーヤは一体何をしているの国民の意見はまちまちです。ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。この人は誰でしょうくせ毛にまつ毛がはっきり、17日の人とは別人です。くせ毛と見えるのはヘアピースをつけている部分です。この少年は、 とてもおとなしそうで消極的な様子が垣間見えます。試験会場には代理で行くようになんたかから命令されたみたいですが、かわいそう、にも程があります。名前を書きつぶした坊やです。ずる人3号機じゃない気かな身近に誕生日6日違いの子がいますので幼い頃に彼の知性に気づきました。やはり毒親ですびっくりマーク。こう略奪？ 目的で出産したとしても、生まれた子に性があったらその野望は捨てます重感担夫、我が子の幸せを第一に考え、その子に合った教育を施します。何が何でも好意略奪。やっていることがめちゃくちゃ。彼だけでなく二人の姉の教育もめちゃくちゃ。普通子供には罪がなく子供には優しいな。あまりに親のやっていることがめちゃくちゃすぎて子供までが同情されない。 一家全員国民から毛嫌いされてしまった獣艦担夫、元踊り地スベロ技室にいるべきでない一家獣艦担夫、偽物皇族秋篠宮家功績剥奪追放ビックリマーク。久人様も、そうした陛下の温かいお言葉を聞き、深く感動されたようで。涙を流しながら、ありがとうございます。これからは、心を入れ替えて頑張ります。 と煽られておりました本当かな口だけだと思うけど、陛下の煽られるお言葉は、しごく当然です。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。